はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ナタリー・ポートマンです。さあ本日なんですが、ミス・フォーチュンというぶっ壊れカード、皆さんご存知でしょうか。相手のフィールド上の表が表示モンスター相手を選択し、選択したモンスターの元々の攻撃力の4分の1のダメージを相手ライフに与えるというね、なんかちょっと強そうみたいな。これちなみに OCG では、半分なんですが、リンクスでは4分の1のダメージになってます。でこのカードを発動するとは自分のモンスター攻撃できないっていうことなんですが、この最強ぶっ壊れカードを私、使っていきたいなと本日は思っておりまして、もちろん先行ワンキルします。はい、当たり前に先行ワンキルします。で、4分の1のダメージ与えるんで、一応相手のフィールド上になんか5400とかぐらいの攻撃力のモンスターがいればワンキル取れるんですけど、3枚発動すればちなみに1枚で、キルを取ろうとすれば、16000くらいのモンスターがいないと、しかも元々の攻撃力が、16000くらいのモンスターがいないと、ワンキル取れないんですけども、1枚であれば。一応3枚実装されてますんで、3枚連続で発動したら勝てるんですよ。なんで、今日はですね、ちょっと強引にこのカードを使ってワンキルしようと思ってデッキ組んできたんですけども、撮影一戦成功を取るのにですね、2時間半かかりました。2時間30分の苦行を、果たしました私は。成功率マジで 0.5% くらい、盛らずに 0.5% くらい成功率。回し方はですね、フォーチュネティギミックを使いまして、めっちゃドローするじゃないですか。でめっちゃドローして、ほんで、4000のモンスター送りつけまして、相手のフィールド上に。で4000のモンスターにミスフォーチュンを、3枚発動して、でもう1枚1000足りないんで1000ダメージ、安定勝負して、ほんで、1000ダメージ食らすっていう、まあ、要は先に安定勝負で1000ダメージ、ミスフォーチュンでワンキルです。はい、でコンボパーツ7枚くらいあるんで7枚くらいあるんですよ。1枚2枚3枚4567枚っていうコンボパーツ7枚の先行ワンキルです。まあ、一応ねこっち先に引ければ除外して特殊ができるんで、6万にはなるんですけど、これ新サイバーエンド欲しいんだよな。新サイバーエンド許してくんねえかな、そろそろ。まあ、ちょっとあれ、エクサルヒが除外して出せるんで、すげえ強いんですけどね。新サイバーエンドが欲しいんですけど、まあ、とりあえずメインデッキしか、いなかったんで、今、新モンスターが。なんでこれにしました。一応ね、ダークガイアとかもね、欲しいんだよね、あれ。ダークガイアも、なんかその7500くらいになるんで、もともとの攻撃力が。それを送りつければなんとかなるんですけど、あれちょっと消費枚数が激しすぎて、結局コンボ枚数が同じになっちゃうんですよ。で、しかもこれ、もともとの攻撃力の4分の1の参照なんで、その打点をなんかその、なんだろうな、例えばデーモンのとかそういうので上げても意味ないんですよ。なんで、まあ、こうするしかなかったっす、俺の頭の中では。はい。というわけで、ね、早速ね、成功率 0.5% の先行ワンキルデッキやっていきましょう。デュエル、スタンバイ。真似はしなくていいよ。私のターン。いでよ。モンスターを攻撃表示で処置、セーフだから。魔法カード発動。僕らが引いてるのマジ弱いんだよな。モンスター効果発動。マジだ。レベル上げる。ライティ除外する。レベル上げる。モンスター効果発動。ローテリー。いでよ。モンスター効果。で効果。するろ。だから魔法カード発動。なんだわこれ。いやーここで止まるかな。発動。装備魔法発動。ああ強いな。ワンチャンあるな。装備魔法。カオス操作ら引きてえな。装備魔法。カオス操作ら引きてえたら熱い。これもう使うしかないかも。発動。でも一枚ちょっと、ああでもこれずれるかこれ。一枚ずれんだよな。これ先に引いてっから。カオス操作来た。カオス操作ら効果。はい。で、フォーサーだろ。モンスターを特殊召喚。で、フォーチュンフュージョンだろ。魔法カード発動。5枚なんだよな。で、いやーでもこれワンチャンコンボパーツ全部揃うなるかな普通に。発動。煉獄引けなくても最悪なんとかなるかもしれない。来たと思う。アンティー勝負発動で。アンティー勝負発動。アンティー勝負発動。レインボードラゴン。見せつける。決めなんですか。あー、オッケー、テンパラスね。了解。
そして俺は新レインボードラゴンを特殊召喚、やっと決まりそう。支援の患者発動、支援の患者で相手に新レインボードラゴンを送りつける。ミスフォーチュン発動、ミスフォーチュン発動、ミスフォーチュン発動。いや2時間半かかったマジで、地獄や地獄、本当に地獄だった。このデッキはほんまにぶっ壊れデッキ、いろんな意味でぶっ壊れデッキでした。やっと決まった、もうやりたくない。